こちらが姫路前通り市場でございます。以前はね、ボーゼトレトレ市場やったと思うんですけども、お名前を募集してこの名前に変わったようです。はい、行ってみましょう。そう、今日はこのヨーヨースクイーンしに来たんじゃないで。これ何買われたんですか？あれです、タイです、タイの刺身。タイ、あ、そうなんです。ここ初めて来たんですよ。あ、ほんまですか？ここの中で食べれるんですか？食べれるらしいですよ。僕、鳥取県人やから初めて来たんですよ。今はじゃあ姫路に住まわれてるんですか？あ、そうです、そうです、そうです。もうちょっとで、あのね、お家が。あ、そうなんですね。姫路、いいとこですね。あ、そう言っていただけると姫路市民も喜ぶと思います。ありがとうございます。また姫路のこと意外とわからないこと多いんで教えてくださいね。いや、逆にあのぶどうちゃんのチャンネル見て僕お昼ご飯食べ行ってるんで。ほんまですか？はい、ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。楽しみです。サインがいろいろ置いてありますね。いろんなテレビ局が来てます。うお、すげえ。新鮮なお刺身も売ってます。海鮮のめっちゃ美味しそう。マグロ丼に、ここでも海鮮じゃん。これこの辺こんな海鮮マグロ玉ねぎしらす。しらす美味しそう。今日何曜日？今日何曜日？今日日曜じゃん。あ、ないめっちゃ詰めて。こんな美味しそうや、うん、このお刺身定食は平日限定だから本日はなさそうですね。え、土日限定で。自分はどれするの？それじゃないやつするわ。あ、これ、なん、え、これは何？海鮮丼は、これ、あ、これは天丼じゃない。あ、なるほど。これ写真ないかな。あ、分かった。これに、そば、これに、うどんとかそばがつきますよ、いうことや。さっきご飯食べえな。どれがいいんよ。え？何言うとん？もういいって、ああいうカードとか。さっき死にな。お金が入ってる。しらすと。天丼もあるし、焼き穴子丼とか海鮮チャーハンとかめっちゃ美味しそう。海鮮丼、海鮮丼。おうどん食べたい。食べる？ほんで海鮮丼とか。はい、OK。バスの時刻表まで書いてくれてます。嬉しいですね。これとね、ボワーとか食べ放題な、うん、これの牡蠣が食べ放題1個1人3000円やったら、あれ1個120円でかかったから安いんだ。何個食べたいの？10個で20個で2400円。25個ぐらい食べたらってことや、うん、小学生1500円。25個も食べるん？食べれるんじゃん。いや、あっちやね、あっちのこの部屋で食べれるようです。海鮮丼があると聞いてたんですけど、バーベキューも奥でできるみたいですね。お、すげえな。ほんまや、わさび入ってるやん。まあ、いいんじゃん。いただきます。おー、めちゃくちゃ美味しそうやね。おいしい。麺作っと。あ、手打ち麺？わかるんや。市販のと違う。市販のうどんとは違う。美味しい。めちゃくちゃ美味しそうやん。いただきます。エビ1個ちょっと。はい、結構大きい。大きい。はい、めっちゃ美味しい。めっちゃ、うん、身が分厚いですよ。違う。うんうんうん、醤油がいい。
汁がすごいあって美味しい。写真で見るとそんなに量が多くないように見えますけども、実際に来るとボリュームありますね。でこのアナゴは土日限定のようなので平日にはないので今日は日曜日なので、食べることができました。はい、いただきます。お蕎麦ちょっとね食べるの丼の食べるのが遅くなってしまったんで少しね伸びてるかもしれませんけどね。でも美味しそうですね。うどんを食べた家内たちの話によるとコシがあって美味しいと言ってました。蕎麦はどうでしょう。いただきます。蕎麦も太さがあって美味しい。丼どうやった？美味しかった。何食べたん？うどん。うどんも丼も美味しかった？うん。最高やね。うん。はい、ということで姫路前通り市場に行ってきました。美味しいと聞いてたんですけど初めて行ってきました、新鮮なお刺身丼めちゃくちゃ美味しかったです。土日しか食べれない、アナゴ丼も食べれたので満足です。はい、ということで姫路の種は皆様からの情報元になっております。ぶどうチャンネルのコメント欄か姫路の種へ情報ください。はい、ということで皆様また次の動画でお会いしましょう。また少し姫路の未来でお会いしましょう。さようなら。もういいじゃね。5時に負けて落としたのね。